本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜祭です。本日は、ジャヒー様はくじけない、第1話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5、なん、あ、オープニングからなんだ。へぇ。なんか、変わった、その、配信放送スケジュールらしくって、 可愛らしいな、やっぱりな。私、ジャヒー様は全くないよ、存じ上げないんですよ。本当に。ただ、どこででも見えますよね。ジャヒー様はね。なぜか。で、全く同じことをおっしゃってる方が、フォーちゃんとかでいらっしゃって。あの、やっぱりあそこは玉石混拠なんですけど、私と同じく、政治 d c t が大好きな方がタムロしてる。 少なくとも人数が多いんで、この先に関してもね、相当早い時期にアンテナに反応してる方がいらっしゃって、よく見たんすよ、ジャヒー様。なんか可愛らしい人が、また、わかんないけど、スライスオブライフ CGDCT の漫画であるらしいという噂程度の磨け方でしたけど、ほんとよく見て、で、絶対これそのうちアニメになるやつで、なったら絶対私見るやつると、 思っていたこの作品がついに来ると、内容全く知らないのに、どうせ絶対めっちゃ面白いに決まってると、ね、確信がありますよね。ゼロの面は何ですかガシンショウタンうーん。もう苦労するのが、確定してるというね、自覚されてるっていうね。さあ、ね、来ましたね、とうとう。ついに、ジャヒー様来ましたね。<laughs> 40年ね <laughs>。 ありえなくはないかな。あ、もうここから、うん。本当に、う、うん。いつか、ああ、やっぱ大空さんだなうん。はい。魔界の魔王ですかま、魔人の一角とかですかはい。権力、相当な権力をも、はい。すべてを兼ね備えた完璧な存在だったとか、うん。 あ、これ PV とかでもね、あった。うん、間違いないですね。すべてを兼ね備えてらっしゃった。おー、まさに、人の、あ、ナンバー2なんだ。珍しいですね、ナンバー2って。頂点がいて、そのナンバー2って珍しいな普通ね、頂点のその、魔王とか、魔王本人とかだったりとか、あとは、 その諸侯のうちの一人とかね軍艇割拠している戦国武将の一人みたいな人はよくいらっしゃいますけどナンバー2って珍しいな何があったんだ誰が攻めてきたんだどうせろくな連中じゃないぞどうせ天使なんだろう天使か魔法魔法少女だった魔法少女か本当のろくなやついないですよね魔法少女とか天使とかさろくでもうん ただの小娘に部下たちが分かんないですけど、こんなにうろたえる。まあそうなんでしょうけど。本当暴力に物を言わせて、自分たちのやりたいことを叶えるという、とんでもないヤクザみたいな集団っすよね。展開の連中とか魔法少女とかさ。で、なんでみんなこんな強いわけ一様に。全員。一人の例外もなく。まあ、格好としては本当に、あの、 シャロさんが、ああ、魔石なんだ、あれがね。あれそれナンバー2が預かってんですか魔界の損費がかかるようなものをえこれはなんかあるのかなジャヒー様と、えどうしたんですかあ、こ、はい。うん。ああ、飛ばされ、ああ、あれだけが、うん。 ドラゴンボール集めるみたいな話ですね。ああ嘘でしょ。築40年のボロアパートがさらに水浸しになるとは。終わった。この、このアパートの不審は終わった。うん。じゃ、いいん。意味嫌う。あ、ああ、そうなんだ。じゃあ本当にはうん。どうやった、うん、どうやって集めるんですかもやし。あんな <laughs>、これ多分、唯一手に入って、 シャツに手書きで <laughs> 悲しいああまああーそっかマヨネーズが高い <laughs> もやしにマヨネーズが贅沢はいこの全部拾われたんす時間はいそれ唯一の魔石なんですか今手持ちのお持ちのでなんで人間界の飛ばうんああそうなんだ <laughs> これは完全にジャヒー様は魔法少女はい 一定の時間へえ。これでも魔力使うんでしょおお何をされるんだろうこの姿戻る。<laughs> バイト。これか。<laughs> これ、もうこの時ぐらいしかあの魔力の発揮される。な、あー。だって存じ上げ、何んてあげたらいいんじゃないですかはははは。<laughs> そう、そう教えてあげなさいよ。わかんないからそう言いますよ。お姉ちゃんです。 そうなん。だよかったうん。うあ、ん、とで声優さん確認しましょうね。<laughs> これしか使い道ないっていうね。<laughs> い。くらなんですか時供、時給。うん。<laughs> 飲み屋だから <laughs>。ね。キービジュにもありますけどね。これか、キービジュの居酒屋、創作居酒屋も。お,お疲れですね。まあ、その、労働ですけど。うん。いや、そうですよ。 まあ、それも応用やっていくんでしょ当然。ただ、どうやって探せばいいんですかね魔界復興ってね。唯一のシャツに手書きで魔界復興っていう願いを、願掛けを。まあ、そうなんすよね。仕事に追われ、あちょっと、あんたその音してるからバチャだったんじゃん。うん。<laughs> 人間の毛僕 <laughs>。まあ、そうなんだけど、魔界も相当でしょただ、魔界はね、今のところ存じ上げてる限り、はあ、変わらしい。 <laughs> 我ってあんまり言わないですよね、ひーちゃんはね。ああ、まあいいんじゃないですか。じゃあちゃんより。へえ、じゃあ、店長だったのね、先輩とかじゃ、あ、うん、なんではい。今はもう仕事終わったからいいんじゃないですか、別に。まあ、それもあるんですけど、うん。それ言ってやったらいいじゃないですか。控えろ、人間がー、つって。 我は魔界のナンバー2ね。ナンバー2変わってますよね。ジャヒジャゾーって。いや、だから。全部言ってあげたら、お世話だったら、知らないからそうなるんですよ。はい。はい。変わらしいですね。はい。100点満点でございます。変わらしいですね。本当にね。うん。うん。良かったですね。お褒めいただいて <laughs>。うん。いや。いや、じゃあやんなきゃいいし。<laughs> 命じた。 いやだから言ったんさよ。ああ、そうね。まあそうなんでしょうね。これもよくあるんだな、本当に。邪神ちゃんならかん、<laughs> すごい完璧な返事だけどね。まあ、それはね、ガブリールとか、今季やってるメイドラゴンもそうですけど、邪神ちゃんとかね、思い出す人多いでしょうね。なんで人間界、人間界に飛ばされるっていうか分かんないですけど、なんで飛ばされるのか分かんないし、まあ魔界がなくなったからかもしれないけど、なんで飛ばされると毎回みんな必ず日本に来るんですか他にいくらでもあるのねえ。 やばいこれは。ははは資金力。<laughs> バイトごときが資金力とか。肩払いたいわ、ジャヒー様。腹が鳴ってるあなたの前で悪いですけど、肩払いたいっすわ。ははははは。まかないもらえるっしょ。<laughs> うーん。いや、完璧だ。もう、この時点ですでに完璧だな、このアニメ。<laughs> ああ、でも思ったより大変だな、ジャヒー様。うん。 ああああ、持たないとかあんのね。なるほどね。まあでも、一回言ってあったら、こううん。<laughs> さすが大空さんだぜ。完璧だぜ。まあ完全にサザーニャさんですよね。みんな思い出す。うん。いや、だから全部、事情せ、あ、あのー、ジャヒーの妹子供で <laughs>、 誰あ、魔石に祈ってんのね。魔石は願いを叶う力。ジュニアです。ダーロルです。もしくは、セストラ。<laughs> まだわかんないですよ。ジャヒー様、まだできることはたくさんあります。いくらでもあります。いろんな可能性が。そうなんですよ。あ、諦めるの早いですね。ジャヒー様のあのー、あれ耳なんすかうん。これ名乗り2回目でしょあ、もうそれ言うあ、よかったよかった。うん。 うん。どうも、どうもそうみたいですね。この可愛さは人間、うん。こんな可愛い子が人間のはずはないです。うん。はぁ、あ、なるほどね。あの耳何すかね。あれ角なんすかにしゃ後ろ。うーんなるほど。こんな小さくなったことには特に、うん。<laughs> 小さくなったことには特に驚かない。なんか、こういうこと慣れてる人なのか、店長。うん。ああ、意外と飲み込みが早くて助かりますわ。うん。あまり驚いてない。<laughs> おび、おび、驚きはまあね、謎ですけどね、怯えることはありないじゃないですか。こんな可愛らしいジャヒー様。うん。ほ、なんだろう。なんか、魔族らし、魔族ねどんだけ魔族くんですかって。えうん。 そういうことはできるんすね。どういう力なんだろう魔力ってそう、どうしたんですかまさかもう、それで解除されるんですかジャヒー様。いいんすか魔力、ちょっと込めただけでも、ですけど、無駄遣い。よかったっすね、ジャヒー様。うん。いろいろ事情を、一秒で察してくれる優しい店長で、<laughs> 完全に押している。ジャヒー様が押している。うん 屈服させるつもりだったのに、こちらが完全に服属する側になってしまったな。まあでも本当に、あ、はい、いくらぐらいもらえるんですかね。はははは。わいらしい。はい。いちいちかわらしい。はい。時給いくらなんですか一日何時間週な、うん。まさか、店長、うん。ちょっと色をつけてくれた。 ちょっと待って。元いくつうん。時給が80円アップするのは、なかなかの昇給ですけど、元いく、元はいくらなんですか元1000円ぐらいですよね。居酒屋だったら。まかないまで。ありがとうございます。店長。あなたに会えてよかった。こんなお店で、はははは、働けて <laughs> 働けて, <laughs> 働けて <laughs> よかったっすね。いや、よかったっすね、ジャヒー様ね。第一話から早速あんないい人が店長だということは分かって。うん。 いろいろもらっ、<laughs> くじけないですよ、そら。だってもうタイトルになった。クソ店長だと。うん。感謝しな、<laughs> 感謝しなさいよ、ジャヒー様。こんな交代具ないっすよ。まあ、ジャヒー様のいじらさと、可愛らさと、うん。境遇に共感されたんでしょう。店長は。 美味しいからでしょう。久々の肉久々か分かんないですけど。うん。その、うん。ナンバー2が預かってた魔界の存続に関わるような魔石か。どうやって集めるんですかねなんか探す方法あるんですかうーん、ドラゴンレーダーみたいに。逃げるとはどういうことなんですかお。え家賃払、当たり前でしょうかそれが仕事なの。 家賃払ってないのああ、この人が大家さんね。そうですよ。なんで家賃払、うん。溜まってく一方なんですよ。はい。ああ、それ関係ないんですよ。魔界が、魔界ナンバー X だろうが何だろうが、払わなきゃいけないもんは、あ払わなきゃいけないんですよ。払うってう契約で済んでんでしょうかはら、じゃあ、払わなくて済むところに住むしかないんですよ。<laughs> いや。えあ、そうな、ああ。 あ妹さんなのね。ああ、なるほどね。どうやって契約するんだよと思いましたけど。お、じゃあ、出てってもらいましょうよ。おう。じゃあ、どっか他のところを探すんだな。のみ出しなさい。大家さん。こんなやつは。<laughs> だったら、家賃を払って住まわしてもらいなさいよ。なんだ、そらは。青が。そんなもんが通用するか、この世界で。舐めんじゃないよ、人間界よ。ジャヒー様。 <laughs> 家賃は払う、除 <laughs> 菌<ヒ>、<laughs> あのね、家賃は払わないといけないんですよ。払わなくて済む方法を探すんじゃなくて、払う方法を探してください。うん。そんなもんで逃げられたら、警察はいらないんですよ。うん。契約不履行だな。まあ、だからって、叩き出すのはなかなか難しいんで、一回済ましたとね、めんどくさいんですよね。大家さんの側はね。 まあこれはしつこく交渉するしかないんだけど <laughs>、家賃払わねえからだよ。家賃を払え、まず <laughs>。今現状あなたが搾取してんすよ、住居を。正当な対価を払ってください。決まってんですから。約束、約束なんですから。あ同情を誘う作戦だ出た。汚いですよ。いいんすか、そのとして、ジャヒー様。あなた、そんな、そんなことで許しをこううて、恥ずかしくないのか。 あ、全く通じてないですね。そりゃそうですよね。まあ慣れてんでしょ、こんなことは。うん。<laughs> だから。後悔するらいだったらやんなきゃいいんすよ。ジャヒー様。最初から、まあ、待ってもらうっていうね。うん。どっちにしろお金なかったら、あ、まあそりゃそうだよな。お、い <laughs>、お姉さんね、絶対、これ、あの、姉妹逆だと思ってましたわ。ありエるとしても。うん。 すっか、そうっすね。お姉さんに肩返しもらうかっすね。<laughs> 切り抜ける方法を考えるんじゃなくて、家賃を払う方法。<laughs> この辺は本当に魔族特有の。あ、なるほど。いや、ちょうどいいんじゃない店長、ジャゴって言いました、今。ジャゴって呼ばれてるんですかそれはちょっと同意いたしかねるなぁ、にわかには。陰 <laughs> でどうすんだ今、一時し,しのぎに逃げたところでなぁ。 忍者走りですかはい。逃げ切ったと、おお意外と逃がさないな。まあ、それは。<laughs> 不審者ご一行だな。これは完全に。なんだと何の騒ぎだとあ貴様は !How dare you?How dare you, sir? なんてこと言いやがんだ家賃待っともらってんのに。あ、はい。いや、あの、今、家賃、 をいつ払うかの交渉、怖いですね。うん。なんで大家だといけない。まあ、優しくは、そう。じゃあ、これ、ね、やっぱりそう呼んで。うん。<laughs> うん。そうなんですよ。みんな、その、労働の対、あなたは給料もらう、もらった給料から家賃を払うんですよ。うん、そうっすよ。はははは。 まあ、これでとりあえず家賃払えてよかったわ。うん。ただまあ、あのー、店長来てこんなすぐに払えるんだったら最初から払っときゃよかったのに。不覚にもじゃねえんだよ。家賃は払わないといけない。うん。家賃は堂々と払うんすよ。喜んで払いなさい。うわいやー、本当にいい見解点がやってきてよかったっすねっていうね。家賃の滞納を宣言する人って初めて見ました、私。ね。ああ、でも、そうね。やっぱこの辺は、 じゃ、しんちゃんをすごく。えなんで誰か盗むかそんなもん。こんなところにジャヒー様がいらっしゃって、魔石を持ってるなんてわかんないですよね。え心、ー、当たりないんすか誰か持ってく人いるちょっと待って。まさか自分でなくされてないですよね。うん。そうっすね。ああ、そうね。うん。無理だな。店。え そんなあんた、魔石、バイト先にこの姿、うん。これには特に驚かれないし、何も聞かないんすね、店長ね。うん。店長慣れてんのかな誰か他に、こういう知り合い、うん。人間以外の知り合いが店長いるのかなっていうぐらいの、同時なさっすよね。謎の。うん あ、はい。ああ。だっていつもつけてるからは、はい。よかったっすね。見つかって。えー、ジャヒー様、忘れていかれたんすか大事。か <laughs> わいらしいですけど。かわいらしいですけど、大事な、はい。えなんかあるんすか人間に魔力映る天、はい。昨日、は、はい。なんかいけないんすか 店長人間っすよね、普通に。人間がつけてると。はい。はい。人間が持つと。はい。え店長に。うん。えどんな不幸が店長に。ああ、そんな不幸が。恐ろしい。それが魔石の力うん。いや、別に、うん。 良いショっつってつけようと思ってつけられるんじゃないんですよ、その胸の肉は。うーん。わかんないけど、<laughs> 謎の奇病。二 <laughs> 重人原因不明ですか謎の奇病。うん。そんな不幸が。恐ろしい。魔石とは恐ろしいものだな。うん。やっぱ店長には何かあるんじゃないですかあんまり驚かれないのもなんかあるのかもしんないし。えだけだと 恐ろしい <laughs>。そうですね。もう、うん、まあ、もうちょっと真剣に考えると、まだ健在化してないか、やっぱり店長がなんかある。うん、かあ、そうですね。もう力なくなってるか、ということは、うん。大事というか、まあ、大事の意味が違いますけどね。大事な。 うん。そんなことをホイホイ喋っちゃっていいんすかまあ別にいいのか。うん。働けない <laughs>。うん。まあ。うん。ほんとそうっすよ。何なくしてきてんすかバイト先に。えどこえ怒ってきたんすかうーん。ああ。えそれにポン、 ほんとっすよ。誰かに拾われたらどうするんですかこれ字幕どうっすっかな字幕クランジローさんなんすよね。いや、よかった。ほんとに。あ、セータか。じゃあ、ヒー様セータかー。ヒー。えー、う。んえ、はー、ありがとうございます。はい。ありがとうございます、店長。よかった。こんな人と出会えてよかった。この世知がらい人間界で。よかったです。<laughs> いや。 ちゃんと <laughs>、ちょっと目に来てんじゃないですか。目どうされたんですか。目から汁でも。うん。魔石が弱まってたのか <laughs>。ありがとうございます。魔石が弱まってたか。えああ、はい。そうして、つけていったら、何かー。ああ、それで。はい。あ、そういう不幸が。 はあ、そこかはあそうですか魔石が弱まっていたかやっぱり店長怪しいなまあそのうちわかる <laughs> やっぱあれ耳な <laughs> 完全にこれ街角魔族思い出すどんだけ魔族くんですかワーク人にはうん魔石ってどうやって探せばいいんですかどうやって なんか、見つける方法あるんすかドラゴンレーダーじゃないですけど、魔石同士は惹かれ合うみたいな、かな。あのー、で、魔法少女さんは追ってくるんすかね人間界まで <laughs>。ほんとそうすると、邪神ちゃんのあの、後から来た、まあ最初はね、ペコラさんもそうでしたけど、やっぱ、あの、展開の連中って常識ないっすよね。話通じないですよね。 とりあえず暴力っていうあの考え方なんとかなんないのかと。あんな連中がね、展開だか、魔法、え、魔石大量になるじゃん。これは、な、な、なんだあの魔石のか、山は。魔石って作れるんすかそれとも魔石じゃないのかなんであれはもらえないというか、魔石って特定の何個かとかじゃなくって、 なんか宝石みたいなもんで一定量集まれば何でもいいですかドゥルジジョウはいドゥルジジョウへえ背景とタイトルだけのよこかたまにありますけどねなるほどねうんやっぱりそうですよねジャヒー様ね全く内容というか本当にたまに見かけるジャヒー様のあの可愛らしいお姿となんかやっぱり魔族らしいと まああの、お姿ですから当たり前かもしれないですけど、それしか存じ上げなかったんですよ。ただ、あまりにもあちこちで見んのと、確実にこれは私が見るやつでハマるやつだというね、アニメが始まる前から確信がありましたけど、本当にそのまんまの第1話でございました。第1話見て、まあわかんないですよと。いくら事前のね、期待とか、こういう先に違いないというね、先入観ありますし、偏見は良くないと思って、 一応保留のまま、もう確定寸前まで、メーター満タン近くまで来てんすけど、一応全部の項目、見てーと思っていたんですけど、完璧です。完璧な、例のやつです。ジャヒー様、さすがです。もう1話で確信しました。いやー、よかった、本当に。ね。色々よかったんですよ、ジャヒー様は。あのー、まあ放送日程、配信日程がすごい変わってる。んで、なんか、20話あるんでしたっけ 和数多いらしいんですよね。二クールあって、だから多分10話ずつでしょうしね、変わってますよね。これで、あの、心配されたのは、1話15分とか、12分とか、たまにありますけど、そんなんでもないらしいし、本当に10話ずつ二クール。だから、まあその、クールの間が3ヶ月とかね、ありますけど、まあそういうのでもない限り、まあ長くて一月ぐらいのお休みはありえますけど、二クールあると。でね、きっちりフルレンクの尺があって、 で、内容は本当に期待通りの、期待通りというか、なぜかジャヒー様はね、こうに違いないという確信があったんですけど、まあこれは、あえて漫画を読まずに待ってるっていう人いましたけど、みんな思い出してるのは、当然、ガブリール、邪神ちゃん、マシコドマ族、その他なぜか、魔界を追われたとか、魔界から遊びに来てとか、魔界から、 なんか、修行にとか、学校に、勉学にとか、とにかく魔界から人間界に来るときは、なぜか日本が窓口かのように、必ず我が国にいらっしゃると。なぜなんですかと。全然いいですけど、っていうね、話でね、まあ本当にこういう魔族が人間界に来ると、なぜか日本に住み着くことになるという、政治ディシティスライスオブラフコメディのいろんな作品を思い出してる人いたんですけど、 配信日程はね、そんな感じで変わってるんですけど、他はね、本当に、まあ内容的にもそうですし、スタジオさんは、セルバーリンクさんでしょまあ、のんのんび理りほどの、あの、絵力で見せるみたいな、そこまでのは別に、ジャヒー様に、そこまでは期待してませんけど、まあ間違いないでしょう。間違いない仕事されるでしょ。で、これがね、あの、後でもうちょっと詳しいこと申し上げますけど、これまで、海外でのアニメ配信といえば、クランチョロウさんだったじゃないですか。 だったんですよ。で、まあ長いこと、その、クランチョローさんの独壇場だったところに、ファニメーションさんがね、それまではダブをずっと吹き替えをやられたんですけど、ここ、もう一年ぐらいになりますどんどんとサブの分野に進出してきて、クランチョローさんのお株をどんどん奪っていってるんですよ。まあそれ自体はいいことなんですよ。競争相手がいないと、一強は腐敗するの法則、必ずありますんで、まあこれは競争相手ができてよかったなと思っていたら、 なんとその中身ですよ。サブの中身字幕のねファニメーションさんはダブやられてってそっちは長いんで実績あるんですけどサブはね買い目すなんですよほんと評判悪いですし私も散々自分の好きな作品なんだけど字幕はとにかく出来が悪い誤訳も多い内容誤解させるミスリードみたいな変な記述とか 混ざってたりとか段落もねハードサブにしないでソフトサブにこだわってそれは別にいいとして表示する位置とか内容の取捨選択とかほんとひどい何にもわかってないど素人みたいな字幕仕事でほんとにねまたジャヒー様アニメ始まるらしいけどファニメーションさんが獲得したらやだなと思っていたらなんとクランチョロさんがねちょい早めにリークありましたしおおと思っていたら本当にクランチョロさんが ジャヒー様担当すると、イエスというね、ことがあったりとか、ほんといろんな巡り合わせというか、まあ第一は見た限り、先の中身も本当に、あ、これは確実に2クールですか〇〇お世話になりますという感じだったんですけど、作品の本体、中身以外の状況もすごくいい感じで物事が進んでいるのと、あとファンの動向とかね、見てると、まあ原作からのファンは当然アニメ化にはきゃおっしゃってんですけど、 原作を全然知らないけど、私によく似てる状況の人で、この子どこででも見るよね。で、絶対アニメ化するよね。で、アニメ化したら自分は絶対見るなっていうね、方が大量にいらっしゃったんで、ちょっとね、そのファン層が、本当に私のお馴染みの皆さん、多分マイアニメリスト行っても、レディットに行っても、本当に濃いお馴染みの皆さんの中でも、自分の好きな作品で、これまで散々お見かけしていた皆さんに、 お会いするんだろうというね、確信に近いものがありますけど、そんな感じで原作を読んでないし、内容もほとんど知らないんだけど、この作品のアニメ化はすごい楽しみにしてるというね、ちょっと変わった原作を知らないファンの今の待機中の心理状態があんまり見ない、珍しい状態になっております。というね、まあ、今回はね、第1話ということで。 この後リアクションディスカッションを拝見していくんですけど、なので今回ご紹介する海外の反応というか、皆さんどんな感じかというね、ことは、事前にどんな、えー、期待というか、ジャヒー様が来られますが、皆さんどうですかというね、感じの事前の皆さんの声をご紹介申し上げます。意外と少ないですね。ただ、これはやっぱネタバレ怖いんで、原作既読組 がね、いらっしゃりそうなところには私踏み込まないようにしますんで、それもあってね、読めるところが限られるから少なくなるんですけど、あとまあ事前はそんなにかなーっていうね、まあいろいろ、あのー、細々とね、いろんな方面からジャヒー様のアニメが始まると、ついにジャヒー様がアニメになって、人間界、かっこ、また我が国ですかと、に降臨される直前の いろんなね、ことがありました。まずですね、海外のいろんな動きのご紹介ですけど、こっからですかね、事前の報道ですね。オタク系各メディアの報道なんですけど、ま、あこれもちょっとなんですけど、ありまして、まずね、意外だったのが、The Great Jahi will not be defeated. アニメ finally reveals first promo. というのが、オタク USA マガジンさん。まあ、別におかしくないんだけど、ちょっと珍しいなっていう感じですね。これはね、 で、まあ当たり前かもしれないですけど、三角コンブレックスさん。好きですね、本当にね。CGDCT とか、スライスオブライフとか。で、やっぱり、ここっすね。アニメニュースネットワークさん。ここはまあ、そうですよね。すごいね。まあ、媒体名通りですけど、アニメの情報は本当に事細かに伝えられますけど、The Great j a h、e、will not be defeated. アニメスプロモビデオ、プレビュースオープニング,スティームソング s opening という報道がありました。で、オタクユセマガジンさんはもう一回、 えー、クランチロールが手掛けるよという内容で書かれているぐらい、オタク USA マガジンさんが割と記事を読めというね、珍しい状況です。で、その、さっきちょっと申し上げましたけど、クランチロールさんがやられるという最初噂で、次に確保が来ましたけど、噂の時のね、私が思わずつぶやいたのに、これはアニメニュースネットワークさんが、噂の時のクランチロール、Briefly List The Greater h e t 一瞬だけリストに載せたというののニュースの時に私が呟いた内容ですけど I hope this is true since Funimation has destroyed shows with that nonsense subtitle discipline とあの意味不明な字幕の方針でいろんな作品をダメージしてきたからというね私が呟いたやつになんとこんなね誰お前っていうやつの細かいどこが配信するかなんていう 話題に返信がありまして、海外の方から、Oh, absolutely! ですって。I don't want such a corrupt business touching my precious anime.Every show they touch is unwatchable now.It's destroyed my love of the medium. だそうです。というね。だから、こんなどこが配信するか、要はどこが字幕担当するか、なんてこと気にしてんのは私ぐらいかなと思っていたんですけど、思わず私が 漏らしたつぶやきに、海外の方から反応があるぐらい、ファニメーションさんは、本当にサブ担当されるの嫌がられてますね。ということがありましたと。あとですね、事前のディスカッションですね。主にマイアニメリストのハイプスレからです。けど、ジャヒー様は、もうジャヒー様っていうサブレディットがあるんですよ。さすがジャヒー様ぐらいになると、ジャヒー様専用の取り出がすでにレディットに築かれているというね、 で、ここのね、コメントがたくさんあるんですけど、このほとんどがですね、ジャヒー様アニメ、アダプテーション、confirmed will air summer 2021というね、確定しましたよという、スレッドがね、盛り上がってましたが、本当に皆さんね、yes とか、let's fucking go! とか、なんですよね。すごい興奮は伝わってきますけど、この熱狂ぶりはね、すごいですよね。まあ、ジャヒー様の サブレディットだからそらそうかもしんないですけど、すごいみんなとにかく殺到してコメントを残されてますというね、ことがありました。コメントは多いんですけど、こういう事前のスれにしては、ですけどね、皆さんとりあえず一言というか、人叫び書いて残されておりました。で、マイアニメリストのハイプスれですね。この有名かつ偉大な漫画が、ね、前評判高いというか、まあ、原作からのファンの方なんでしょう。 偉大な漫画がアニメ化される。それもこの夏だ。私のお気に入りの一つで、絵も素晴らしい。アニメも漫画のように良いものになることを願っている。うん。2021年夏そんなの文字通りすぐそこだ。これに関しては良い話しか聞かないんだ。うん。私もほんとそうですわ。よく見かけるのと、本当に面白くて可愛らしい、例のエサやと、政治 DCT のスライスオブライフコメディーの、 本当にど真ん中生徒派だというね。アニメ化してほしい私の絶対的お気に入りの一つだ。うまくいかないという余地はまるでないし、スライスオブライフというジャンルへの素敵な仲間入りとなるだろう。うーん。この子はどこでも見かけるけど、そうなんですよね。彼女が何と呼ばれるのかを知ることは一向になかった。この度、それがわかる。これは面白そうだ。なんですよね。これでこの子がなぜどこにでもいるのかがわかるな。で、ニュー PV と来ましたね。 ファイナリーっていうね。それの幕開けですけど、我々は彼女の声がどんなか聞くことができた。これは完璧。もろもろの見た目からは、絵作りの面に関して何も心配する必要はなさそうだ。彼女のドヤ顔と可愛らしさは確実に捉えられているが、今度は彼女の涙を見てみなければ。というね。<laughs> できればあんまり見たくないですけどね。ジャヒー様の涙なんて。我々としては。This looking amazing. とか、The explosion looks fire.Good stuff. あの、ジャヒー様の魔法かなまあ、今更ですけどね、今更じゃねえわ。これから復興するんだ、魔界を。今は、とりあえず、えー、お休み中の魔界ですけど、魔界で何されてたんですかね、ジャヒー様はね。ナンバー2つったってな治安維持、魔界の、勢力拡大ですかわかんないですけど。魔界復興を、ジャヒー様がするんですね。まあ、魔石を預かっていたから、でも魔王がやるんじゃないんですね。 そうなんですね。はい。全然いいですけどね。あ、ah, holy shit!it's looking pretty good! アニメーションは期待できそうだし、キャラクターも愛嬌たっぷり。これはワクワクする。見た目は丁寧だ。漫画は読んでいないが、プロットを読んで面白そうだと思った。これのリリースにはかなりワクワクしているよ。私はこの漫画が大好きで、アニメの質がどんな感じになるのか知るのが不安だったが、これはかなり期待できそうだ。というね。やっぱ PV 出るとね、皆さん安心されますよね。ジャヒー様の 大空さんね。だから、まあ、それもあってね、余計、サターニャさんをね、懐かしんでる方もいらっしゃいますし、邪神ちゃんは第3期、マスカド魔族は第2期と、待たれてる方が多いでしょうけど、やっぱりね、サターニャさんですよね。サターニャ VA、レッツゴーというね、コメントがあったりとか、そんな感じの事前のね、ディスカッションありましたけど、いやー、今回、第1話の、もう欲しいもの全部揃ってますね。 あの、多分だけど、チェックリストを作って、まあ、キュルネス、チェック、コメディ、チェック、うーん、わかんないけど、プロスティーション、チェック、とか、まあ別に必ずしも可哀想である人はないですけど、なぜかね、可哀想というか不憫というか、サターニャさんとか、<laughs> サターニャさん周りの魔族、悪魔の皆さんもそうですけど、まあじゃあ、しんちゃんのね、魔族の多さ、ありますし、いろいろ魔族は、 大変な目に遭ってる、画心章端をされてる方多いですけど、ま、あいろんな、俺たちの求めている、CGDCT の要件リストを作ってね、完璧だったでしょ、第一話。100点満点でしょ。なんで、リアクションとディスカッションですね。これはですね、なんと、珍しいことに、クランチョローさんは、えファニメーションさんに侵食されていって、焦ってるか頑張んなきゃと、ふんどしを締め直されてるのかもしれないですけど、いや、違うな、それだと、 普段日本の配信会社が遅いのかそれとも普段の方が頑張ってんのか海外の配信会社がわかんないですけど、海外と国内がね、ほぼ同時なんですよね。なんであんまり皆さんに遅れることなくなんですけど、普段はね、特にここ何シーズンかは、現在進行形のアニメのリアクションをやってると、他の同じ作品をやられてる皆さんの方が、配信の関係で1週間とか、下手すると2週間ぐらい早かったりするんですけど、 ジャヒー様はね、ほとんど皆さんと遅れなく、特にあの、配信曜日が土曜深夜なんで本当に配信されてすぐぐらいに私見れるんですけど、ただそうすると普段は皆さんを先にどうぞという感じで、例えばジャヒー様の1話なら1話、私が見る頃にはすでに海外のリアクターの皆さんはとっくにご覧になってって、リアクションも上がってるということ多いんで、誰がリアクションされてるなっていうのが分かってるんですけど、自分が見る頃には。 ジャヒー様はそんな感じでほぼ皆さんと同時に拝見するんで特に第一話の場合はリアクションされるのがどういう人なんだろうっていうねまあランダムランボプロダクションさんは心配するだけ無駄っしょ絶対やられるっしょわかんないけどスタントさんはちょっと期待してますスタントさんやられるんじゃないかなでもねちょっとあまりにもその純コメディ純政治 d c t すぎるかもしんないですねもうちょっとなんかあればね ですけどね、わかんないですわ。スタントさんもしかしたらって感じ。あとね、そのガブリールとか、メイドラゴンとか、ブレンドエスとかの時はね、あと、隣の吸血鬼さんとか、あの辺の時はね、クイーンディージャーさん、もう、ランダムランボプロダクションさんと同じぐらい、心配するだけ無駄っしょ、くらいの感じだったんですけど、最近はね、え、クイーンディージャーさん、あなたあんなに、政治 d c t ばっかり見ていたじゃないですか。っていう感じで、あんまりご覧になんないですよね、政治 d c t を。 というね。なんで、クイーンディジャさんは、ね、意外ですけどね、わかんないっすわ。期待薄かもしんないです。むしろ。で、あと、ね、そうすると、あれ、これは、もしかして、リアクションは、ランダムランボープロダクションさんだけか。という。たまにあるあれか。と思っていたら、なんとですね、ドライバーニキさんが、まあ、まだ1話だけなんで、わかんないですけど、結構ね、2話、3話、までは見るよ、というね。 ことがよくあるドライバーにさんなんんんななでで先はかいすすけど1話のねねリアクションやられてんすよ、ね、へーっていう意外なことがあったのと、ジェイさん来るか。これまた意外だけど、まあ、ジェイさんは途中でドロップある方の人かな普通ぐらいかなまあ、これまでも仲はないですけど、割と継続される方なんで、ジェイさんはね、やられるんじゃないかなっていうね、感じですね。なんで、 えー、多分、ランダムラムプロダクションさんは、やられるに決まってる。で、スタントさんは、もしかしたら、クインディージャさんは、わかんないと。で、ドライバーニキさんは、どうでしょうね、1話。まあ、1話の感触を、この後拝見していくんですけど、J さんは続けられるんじゃないかな、っていうね、ことがありましたんで、楽しみですわ。ディスカッションも楽しみですわ。ね、これでやっと1話の皆さんのちゃんと、中身にご覧になった感想がね、見れます。あと、えー、細かいというか、個人的な、 お話ですけど、ジャヒー様のこのリアクション動画のサムネとか背景にする絵をね、描いたんですよ。で、それのライブドローイング、ライブスリーミングでやったのと、あと t w エ t にね、完成品をあげました。これをジャヒー様のキャラ絵にして、で、背景とかタイトルを加えて、この動画で使っていきます。あとは、小ネタっすね。うん。あの、魔界復興ね、変わらしいですよね。 やっぱり、フォーチャンではね、その可愛らしさ、よく取り上げられてるんですけど、PV が出たぐらいの時、かなジャヒーが魔石を集めて、二着目のシャツを購入できると。えー、彼女はなんて、そこにプリントするだろうか。で、今は総理大臣の、菅さんがね、魔界復興というね、ことを発表されてます。あれもういじましいっすよね。多分、唯一手に入ったお召し物に、手書きでお願い事を書かれると、なんですけど、まあ、そんなこと言ったらこれまでもありましたけど、 ジャヒー様なんで日本語できるんですか <laughs> 毎回なんでね、魔族といえば我が国にいらっしゃるのかわかりませんけど、いや大変ですよ。日本語まず覚えなきゃいけないでしょうっていうね、ことがあるはずのがことごとくないというね。なぜか。日本語はどうしてるんですかね皆さん。ね、果てしない問いになりますけど、まあその辺は出てこないでしょう。永遠に。こういう系統の政治 DCT では。あと、ジャヒー様の公式サイトには、 ジャヒー様のミニゲームがあるよっていうね、可愛らしい話題だな本当に。平和っすよね。いいっすよね。まあ、これはね、ジャヒー様サブレリットに立ったスレッドがあったのと、ま、あフォーちゃんにはたまに立っては消え立っては消えするジャヒー様スレッドですけど、この時のね、ジャヒー様スレッドでは、あの、荒くれ者のアロンどもが、荒くれかわかんないですけど、このジャヒー様ミニゲームでひたすら遊んでるっていうね、あいつらが、 このジャヒー様のミニゲームを電話機でピコピコやって、で、俺は何点だったぜとか、俺はまだ何点までしかいけねえクソとか、ずっと話してるんですよ。フォロちゃんで、あのアノンどもが、はぁっていうね。可愛らしい話がね、あったんですよ。で、これをね、また私が呟いたんですけど、ま、あいろんな方がね、その無言で見ていくっていうね。ただ、閲覧数多かったんですよね。このジャヒー様、ミニゲームでアノンどもが遊んでる光景が可愛らしいというね。あとやっぱり、 ね、直前になって盛り上がってましたけど、フォーちゃんの別のジャヒー様スれでしたけど、たまたま大空さんの役が三つ並ぶというね、キリハさんとチオちゃんね、うん。チオちゃん持ってくる人珍しいですよね。私は好きな作品でしたけど、大空さんという話題でもあんまりね、上がることがない宮本チオさんがここではいらっしゃると。で、当然ね、サターニャさんですよね。うん。よく似てますよね。 こうしてみると、改めて。まあ、だから、色違い。サターニャ 2P バージョンとかね、いう感じもありますけど、まあ、そんなね、細かいネタもありまして、事前から本当に魔界からの地響きのような、皆さんの大歓声が予感されるような、そんなことが事前にいろいろありまして、第1話のディスカッションはこれから拝見していきますけど、皆さんどの辺反応されますかね。昆布わかめ先生なんですよね。原作。要素の摂取量よ。<laughs> これね。 あの、日本人は要素の摂取量が半端じゃないとよく言われますけどね。その中でも特にね、昆布ワカメを取りまくるからなんですけど、あと先にそうだ、声優さん。うん。店長、かやのさんね。なるほどね。あのね、店長の第一声から第二、第三声ぐらい。ですっごいね、聞き覚えがあって、あ、これはと思いましたけど、かやのさんか。なるほど。大家さん、ひかさよこさんね。ふ、う、ーん。うん。久々か前何だったか 思い出せないなぁ。茅野さんは前期まで見てた、有識しきの相川さんいらっしゃいますし、まあ私にとっては、まあ萌さんとかいらっしゃいますけど、私にとっては、てこ、ですよね、ですよねって知るかよってね、話かもしれないですけど、なんですよ。名前がね、店長大家、なんすね。あ、店長を、妹さん、店長が妹さんを名前で呼んでるところなかったか ちょっともう一回、またね、リアクションと一緒に見返すのは2回は、2、3回は最低見返しますんで、気をつけておきます。あとね、字幕ね、クランチローさんということで、楽しみっすわ。メイドラゴンもね、クランチローさんなんですよ。よかったーと思って。でね、ちゃんと毎回字幕見たら、本当に期待されていた通りの、少なくとも私は期待していた、クランチローさんの字幕の仕事をね、されてて、よかったということがありましたんで、ま、あこの作品でもその辺ね、見ていきます。 お名前せられてんの、ね、のんのののかかかねそうちわあとナレーションがね堀秀行さん街角魔族にそっくりじゃないですか「頑張れジャヒー様魔石を集めて魔界を復興するんだ」ですよね <laughs> 絶対思い出してる人いるよな視聴者かぶりまくってでしょうからねガブリールと邪神ちゃんと街角魔族とあとまあそれ以外の「政治 DCT」多分だけどそのどの作品の「それ言ってもこの作品見るな」っていうのでかぶりがわかる。 ところが、やりとりとか書き込みとか見かけることあるんですけど、まあそれぞれのガブリール、邪神ちゃん、街角魔族のスレどこででも見んのは放課後堤防にしとか、あと頻度はね、下がりますけど、ソフィーさんね、隣の吸血鬼さんね、とかね、ありますんで、一話はね、まあ冒頭から、えー、大変に餓死ん昇な状況のジャヒー様と、えー、これから目指していくことがとりあえず、 1> 第1話で、ちゃんととかるとで周りのね、ジャヒー様を取り囲む人間がどういう立場とか人柄とか分かりましたし、本当に綺麗な導入の一話という感じでしたね。すべてが本当によくね、実家のような安心感って言われますけど、こうでないと俺たちの政治 d c t はというね、要素が見事に100点満点綺麗に揃ってますんで、あとね、それ以外にもね、任務になってる で、拡散してるやつとかありますし、他の作品を思い出すネタとか、声優さんのお話とか、いろいろあるんでしょうけど、その辺が大きいですかね。皆さんの反応としても。なんで、次回見るまでの間に、その辺のところをいろいろと拝見してもらって、また何か面白いことがありましたら、お話ししようかなと思ってるところでございます。というところですかね、今回は。そんな感じで、ジャヒー様はくじけない第1話見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。